おはようございます。2024年10月9日水曜日の朝です。今日の体重は 65.65 でした。体脂肪率は 38.7% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は、雲はあるけど天気は悪くない感じでございます。あ、昨日と違って風が全然ないかもですね。はい、そんなわけでございまして、今日ね、もうちょっと早く起きる予定だったけど寝坊しました。起きたの9時過ぎてました。そんな感じなんですけども、ちょっとね、今日いろいろやることあるので、結構今急いで用意して出かけたりとかなんかしたりとかしようかなと思ってますけど、ちょっとまずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、パン、オニオンスープ、ヨーグルトにジャムのっけで食べます。今10時15分です。10時15分に待ち合わせなのに10時15分に出ちゃった。しかもなんか私車で行こうって勝手に思ったら、旦那さんが車を使ってたよね。そりゃそうだよねって今気づきましたけど、なので急いで歩いていきます。シエスタ、絶対息が上がりすぎた。今ね、マヤさんと打ち合わせがあって来ました。わあ、10分くらい歩いた。よいしょ、行きます。マヤさんと打ち合わせしてるよ。ボタニクリアのロゴマヤさん書いてくれてるよ。手震えてるよ。なんか緊張しよう。ちょっとでも楽しくやってるよ。はい、打ち合わせ無事に終わりまして、今ね、三河っていうところにあるセイコーマートに来て、なんかね、いつもね、段ボールをね、ここでね、出していいよって言ってくれてるからね、出しに来ました。かぼちゃがいっぱいだね。で、行きます。今日のお昼ご飯です。今日はセイコーマートで買ったおにぎり、こちら松前漬けをちゃちゃっと食べます。フライドチキンも食べます。帰ってきましたよ。今日は天気いいね、結構ね。はい、そんな感じでございます。じゃあもう午後からはね、今度はナナさんと打ち合わせでございますよ。ちょっと家の中がね、ぐちゃぐちゃなんですよ。だからちょっと片付けます。エリコロの動画、ナナさんが来る前にカンちゃんが来たよ。ゲームやってるよ。危ねえ。ナナさんも来たし、マヤさんも来たし、なんかごちゃごちゃだよ。おし、俺待ってるよ。よし、カンちゃん聞くよ。カンちゃんまずはエリコロさんがカンちゃんをピアノに送るよ。よし、帰ってきましたよ。カンちゃん送ってきました。じゃあちょっと中入ってね、打ち合わせしますよ。行きます。はい、カンちゃんピアノに迎えに行って帰ってきましたよ。中入ります。何、横島立ってしまって。はい、横島、縦島、はい、横島、縦島、かっこいい、車かっこいい、かっこいい、あのインスタのモデルの人みたい。ありがとうございます。はい、どういたしまして。全力で、あ、川がね、うん、ナナさんも横島、縦島だったね。じゃあね、お疲れ様。じゃあね。エリコロの動画、今5時50分くらいです。今日はですね、水曜日で、カラダファーの日でございますので、これからね、行ってこようと思うんですけれども、なんかね、先週私お休みねしちゃったから、ちょっと久しぶりなんですよね。だからすっごい楽しみでございます。じゃあまずは行ってきます。大分地域交流センター、着いた。今日はね、なんか時間に余裕を持ってきましたよ。行きます。こんばんは。あったかい。あー、よかった。
帰ってきましたよ。今日はね、みんなでね、撮影をね、しようと思ったんですけどね、帰りちょっとね、わちゃわちゃしたからね、今日はまっすぐ帰ってきましたけれども、楽しかったですよ。じゃあ、中入ります。今日の夜ご飯です。今日は、旦那さんが作っててくれました。肉、舞茸、鮭、あとは、納豆と白いご飯と、みかんで食べます。はい、というわけで今日も一日が、終わりました。ということでね、今日バレトンじゃない体バーね、さっき行ってきたんですけれども、もう寒いなと思ってね、こうやってね、あったかいトレーナーを着てねやろうと思ったら、もうね、思ったよりもすごい体をね動かしまして、このねトレーナーがねの向こうに汗がいくくらい結構汗かいてやりました。今日ちょっとね、スクワット多めのね、筋トレの感じも入ってたので、いい感じでね、動けました。で、体バーっていつも言ってますけど、これがね、体バーで、ね、あ、ちなみにこのね、体バーケースなんですけれどね、体バーを入れてね、こうやってキュッとしてね、こうやってしょったりもできるね、この袋はね、山田静香さんが、ね、オーダーして作ってね、生地もね、これかわいいって言って、これね、選ばせていただいてね。これでね、やりました。はい、作ってもらいました。で、ここから出てくるのが、これです。体バーでございますけれどもね。そう、いつもね、これを使って私は毎週水曜日に、ストレッチをしたり、筋トレをしたり、あとこう体をほぐしたりとかね、いろいろこのいろんなことのできる体バーを使ってね、やってね、ほんとね、実感してます。ほんとこれを続けて、もうなんだかんだで1年ちょっと経ったんですけれども、体質改善にね、本当になって、本当にね、元気になったんですよ。もうね、月の半分くらい体調不良っていう時もあるくらいね、なんか結構更年期の障害みたいなのに悩まされてた時期もあったんですけれども、これはね、続けてるおかげで本当にね、まあ多少ね、症状出る時もありますけれども、本当にね、良くなったです。そしてこのね、木の何とも言えないこのぬくもりというかね、この触った感じのしっとり感っていうのがまたね、すごくこう、なんていうの、こう癒されるんです。これね、持ってるだけで気持ちのいい感じのね、握り心地のいいやつなんですよ。で、これでね、運動しました。でね、私が通ってるフィットネスサークル2個なんですけれども、11月からね、いろいろと変わりまして、システムなんかがね。でね、今までよりも、オンラインレッスンとかもね、増やしてくれました。それで、このね、リコロのダイエット日記見ていただいてる方の中で、バレトンとか、体バーとか気になるけど、近所では誰も教えてくれないしっていう方いらっしゃったらね、ぜひオンラインレッスン一緒にね、受けてみませんか？本当にね、体バーも、購入もできますけれども、最初ちょっと買うまではって思ってる方でも、タオルとか代用して、そのね、レッスンは受けることは可能でございますので、そういう風にね、ちょっと最初ちょっとやってみたいっていう方ね、単発の、コースっていうのかな、月に何回出るからいくらじゃなくてね、1回支払いして参加するっていう方法も今回できたので、気になる方はね、ぜひちょっとね、一緒にね、運動してみていただきたいなと思ったりしてます。で、一応ね、こちらの動画のね、概要欄の方に大井先生のインスタグラムのリンク貼っときますので、そちらからね、フォローも合わせてしていただいて、何か気になることなどあればメッセージ入れていただければと思います。なんかね、大井先生のね、そのインスタ見てたらね、たまにね、私もね、登場したりしてるのでね。そう、ぜひ見てみてください。はい、そんな感じでございますね。そして、そう、今日はね、朝から今日打ち合わせ連チャンでしたね。午前中はマヤさんとね、ボタニクレアのね、で、新しく立ち上げた団体のロゴのね、やつお願いしてて、それでなんかちょっと、私と一緒にね、なんかちょっと iPad でやってたんですけど、それで一緒にね、なんかこうちょっと修正とかの作業したりとかしながらね、やって、その後に、ナナさん、
そう、午後からはナナさんと、ナナさんもね、これからご自身でね、今までもキャンドルのアーティストとしてね活動されてたんですけれども、もう本格的にやるということで、だんだんね形が出来上がってきておりましてですね、それでね、もうそろそろね、はい、できた、これから頑張るみたいな感じのね状況にもうちょっとで持っていける感じでございますのでですね、さ、それでいろいろねお話しさせていただいたりとかね、打ち合わせしたりとかしてね、それでかんちゃんね、今日ね一旦うちに来てもらって、かんちゃんも一緒にねいたんですけれども、今日ピアノの日だったの、習い事ので、奈々さんすごい本当にね真剣にうちの旦那さんと打ち合わせしてたから、私行ってくるよって言ってね、もうかんちゃんね、ほんとね、もう、うち第二の家みたいな感じでね、もうね、ほんとにもう全然気も使わずにね、いろいろね、やってくれるから、私たちもすごく楽でね、あ、じゃあ行ってくるねって言って、かんちゃんって送りに行ってって、お迎えも行ってあげてね、で、奈々さんもちゃんとね、その分、いろいろ打ち合わせとかね、やることとかも進んだから、よかったって思っております。はい、そんな感じでした。ね、そしてもうすぐあっという間にね、バレトン、バレトンって言っちゃうの？今日、体バーの時間になりましてね、行ってきましたけどね。いや、まだ半袖でよかった。一応ね、ちょっと寒いからっていうことで、一瞬ストーブつけてたんですけど、すぐ消して、体動かし出したら熱くなっちゃって、すぐ消しちゃってね。そう、そんな感じでね、でも結構いい汗かけたからよかった。そう、そんな感じでございました。というわけで、今日はね、だからね、この後もお風呂入ってね、早めにね休もうと思って、明日もね午前中のうちからアロマララ君にご予約いただいておりますのでですね、それでねちょっと早めにね、もういろいろ終わらせて寝ちゃいたいと思っておりますよ。はい、そんなわけで今日はこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。